撮ったんだけど、はい、この写真がまあ同封されてきて、まあ、流暢でまあそれを、ね、あの持っとけるので、まあ、そういうのが来ました。で、まあ、このあと、まあね、面会が、5月の8日、ね、先ほど言った通り10日、11日、12日、14日かな、そうやって、まあ、あるわけだけど、5月の10日の手紙、5月8日面会久しぶりにできて、ただゆきは元気そうでよかったです。心の中では辛そうに見えました。〇〇さんには連絡入れたから手紙来ると思います。コロナで〇〇さんもいろいろ大変みたいでしたけど、手紙書いてくるみたいだから安心してね。ちゃんと〇〇さんにはうちが〇〇に連絡したこと秘密にしてくるみたいだからよかった。ただゆきからの手紙楽しみにしているよ。今日は5月10日、母の日だから、お花を持ってお母さんのところに行きます。12日はただゆきの誕生日だか、誕生日だね。面会絶対に行くからね。本当は外で一緒に過ごしたかった。まだうちらは複雑な関係なのかなって思ってます。ただゆきは中でうちを持ってくれても、外に出ると気持ちは変わって、出てくる人が多いみたいだから。出たら、他の女の子と絡んだり遊びたくなると思う。男だからね。それは嫌だけど我慢します。女のことでいちいちうるさく言ったら、それは忠幸にとってのストレスになってしまったら嫌だから。うちは昔から好きになるとすごく独占欲が強いから、相手に負担をかけてしまうし、何より気分嫌だし、とてつもなくわがままが出る時があるから、男とうまくいかずの人生だったのかもしれない。まあこれは本当です。すごく独占欲が強いし、わがままだし、まあもう本当このまま、うちのことを本心でぶつかってきてくれたら分かってくれようとしたのは忠幸だけだかなと最近思いました。7ヶ月半本当にめちゃ濃かったね。うちが忠幸を振り回しすぎて忠幸はすごく疲れていたよね。9月の頃と比べてうちに対するストレスだと思うんだけど、痩せてしまったり喧嘩ばっかりしてイライラさせてごめんなさい。今思うと、なんで今でも本音かわからないけど忠幸はうちのことを好きでいてくれるか時々不思議に思ってます。うちが男ならうちみたいな女まず好きになれないって感じかな。でも忠幸は面会の時うちを好きって言葉にして伝えてくれてありがとうね。内心会うのが久しぶりすぎてから照れていたのは秘密。忠幸もここで言わせるなよって言いながらも好きって言ってくれたのは嬉しかったね。そんな優しい忠幸は大好きです。付き合ってないけどうちも面会の紙を書く時はちゃっかり彼女って伝えてます。電話で面会できるか聞く時もね、どうしても近くにいると忠幸に対して素直になれないのに、離れているとなれるんだろう。不思議です。忠幸は中で一日何を考えていますか。一日中では時間が経つのが遅くて嫌になると思うし、ストレスもすごく溜まっていると思う。投げやりにならないでください。うちがいることを忘れないでね。うちが先に言えてるかもしれないけど、唯一無二、同じの入れようね。もうこれ入れ墨です。うちはどんなことになっても忠幸を思う気持ちは一生変わらずにという意味で、唯一無二をお腹か腕の二の腕に入れます。桜の時期というのもあるので、忠幸に対する意味で桜を散らして唯一無二と入れます。外に出ても気持ちが変わってませんように。これね、あの子って今まで付き合ってくる男性と同じ入れ墨を入れるっていうのは、まあ、あの子の体を見ると分かるんだけど、まあそれです。すごくあの子が男を信じたいから一緒のものを入れたいのか、それとも男に依存させたいから同じものを入れるのかわからないけど、どちらかわからない。そうなるね。Thank you.
それからもまだ手紙いっぱいあるんだけどさ、これが5月の10日で、その後東京高知に行って5月の22日手紙ありがとう、東京高知面会今やってらしくやってないらしくて、まあコロナの影響でやってなかったんですよ。で行けなくて辛いよ、ただゆきに会いに行こうと思ったのに、池袋は毎日 できたのに、高知はたくさんいるし、東京は緊急なんとかになっているから今誰もできないのかな。5月21日ただゆきの弁護士から電話来たよ。ダメ元でただゆきの弁護士がガラ受けになるのを申請するみたいです。早くて今週水曜日27日か28日は出れそうと聞いたよ。ガラオケってなかなか決めるの難しいみたいで、ただゆきはかわいそうになってきた。ナイフとかナイフの親、やばいね、かなりあたおかだね。なんかみんなただゆきをネタにしてバカにしたりして、結局みんな口だけだね。考えられない。ネットの人間のクズさに改めて痛感しています。みんな閲覧とか自分がかわいいからってやってることがクズすぎるんだけど、ただゆきが捕まっていることをいいことにふざけてるよ。ナイフも本当のクズだわ。だからこの間オープンチャットナイフのやつ消えてたのかな。ナイフもその周り近藤 AF その他ネタにして馬鹿にしてるやつ気持ち悪いわ。うちが言ってやりたいくらいムカつく。口じゃうちは弱いから何もできないけど、やり返してやりたいくらいムカつく。本当にネットのやつらのクズを身しみている。自分の好きな人かっこただゆきのことを馬鹿にしたりネタにしてるやつらに対して怒りが止まらない。〇〇さんにも校長に移ったことをいろいろ話してます。ナイフとかのこともありえないと怒っていたよ。ただゆきも優しいから、一時的に現れて優しくされてもすぐに信じたらダメだよ。みんな嘘の優しさだからね。捕まってからいろいろするなら捕まる前にももっといろいろ気づけてる。その人の優しさなんだろうね。ナイフとかなんでいきなり現れてただゆきに近づいたのも別段自分の得だけでしょ。近藤たちもね、自分の得を求めてネタにして騒いでるだけ。そんな人間にはなりたくない。ない日もひどい裏切り方してくれるよね。どいつもこいつもガチなあたおか、要するに気違い。みんなただゆきの真似ばかり。特のナイフの配信見てて気持ち悪い。ナイフの親もクズ。ただゆきをバカにするやつらみんなクズ。消えてもらいたい。笑ってられるもみんな今だけ。ただゆき保釈されたら口の挑発には乗っていいけど手は絶対ダメだよ。それは約束してください。ただゆきとは離れてるとかもう考えたくもないので、口の対決はいいけど手を出すのは絶対やめてください。執行猶予がつくならみんなそれを狙って何かを仕組んでくると思うから、手は絶対ダメだよ。うちと〇〇さんとの約束です。手はダメ。ただゆきは今強いと思う。ただゆきの幸せを一緒に作っていくね。出るときに弁護士先生がうちに連絡くれます。安心してね、待ってます、愛してます。 I love you ただゆきって今書いたんだけど、今までこの子はね、自分のことを幸せにしてくれるのはあれだったけど、俺との幸せを築くなんていうことは絶対なかったわけだよ。幸せを一緒に作っていこうなんていうことがなくて、これで俺が出たら変わるかなと思っただけ。出たらやっと自分の幸せだけじゃなく俺と二人での幸せを考えてくれるかなって、今度こそ考えてくれるかなと思った手紙です。で、追伸、〇〇さんとうちは偽りなく本当の心配でもあり、ただゆきのことを考えています。弱音吐いていいんだよ。遠くにいても支えたいと心からそう思うから。ただゆきを失いかけた時改めて気づいた。他にはいない特別な一人。まだまだわがままで自己中でどうしようもないうちだけど、ずっとそばにいて共に一緒になろう。焦らずゆっくりでいいんだよ。唯一無二なただゆきを一生愛してます。大好き。本音を言ったらそれ以上の存在です。まあ来たんだけど、なんていうのかな、まあ、この時にこの10か出会ってからね、出会ってから10ヶ月間やっと俺のことも考えてくれて、今までね自分のことしか考えなくて
わがままで、それが少し変わるかなって思ったんだよ。変わるかなと思ったの。でも今回も同じだった。